皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ぎこちゃんです、よろしくお願いします。いやー、明日モンドリーでしたっけ、ドリームデイズ、モンストドリームデイズのことを言うのかな、モンドリーって。ちょっと分かってないんだけど、多分合ってると思う。モンドリーですね。前から言ってますけど、ぎこちゃんは1日目の土曜日だけ、ミクシーさんになぜか招待いただきましたんで、顔出しに行こうかなと思ってます。はい、まあ、1日目行く方、1日目ってね、前回もねそうだったんだけど、あのご飯食べたりするじゃん、全然並ばないから、あのめちゃめちゃ1日目はね快適に過ごせるよ。ただモンストニュースとかはないので、あのステージに興味がないって人が多分圧倒的に多いのかなと思いますが、まあ快適にご飯も食べれるし、快適に乗り物にも、乗り物っていうかイベントにも参加できる、そんな感じだね。うん、2日目はまあ例年通りだったら激込みすると思うんで、飯もまともに食えたもんじゃないとは思うんで、ディズニーランドより混むと思うんで、ぶっちゃけ。はい、まあそんな感じで、明日のモンドリーちょっとね、まあ、せっかくだから、まあデルさんとかと一緒に行くんですけど、楽しもうかなと思っております。さあ、そんなわけで本日なんですけども、また今日のね夜の0時から新キャラ、キルユアアイドルだっけが、あの、実装されるってことなんで、まあまあまあ、そっちもね、まあ、ガチャ引いていこうかなと。まあ、深夜になっちゃうと思うんですけど、まあ、引いて動画をサクッと出していこうかなと思うんですけど、まあ、だから今回は、そうです。クソ動画です。はい。お察しの通りです。何を引くかっていうと、そうなんです。天魔の古城の報酬が、まだね、全然やってないんだけど、通算報酬でさ、2021年以降の登場キャラは新キャラよ。何も新キャラじゃないな。この2年ってことでしょ。この2年。なんならもう今年ももうね、あと、半分終わってるし、半分以下だし、全然もう全然よ。圧倒的に。はい。まあでも、比較的新しいキャラがね、当たるってことなんで、引いていこうかなと、思います。それでは、引いていく。さあ、それでは、引いちゃいましょう。初獲得は引かないですよ。これ初獲得じゃないから、引く価値あり。はい、まあだから今日は弾けるものは弾いたろうかなって思ってる、そんな感じよ。いいキャラ来い。あれ、リシンだっけ、なんだっけ、あ、カンピだ。うわ、あれカンピ、あれこの子さ、あ、ラック70だ。これで、うわ嬉しい、プラスです。全然、何これ、全然プラスで、ついてたからもうこれも引いちゃおうか、パパッと。正直今日は雑談しようかなと思っとったわけ。アンドロメダ狙っちゃう。何せ特に今は引くものがないから、適当にもう引いちゃうよ。一気に引けるんだけど、なんとなく一回一回さ味わいたいじゃん、こういう風にみんな言うじゃん、分かるでしょ言いたいこと。さあさあさあ、ああ、はい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 。まあ、限定出たら勝ちなんだが、なかなか限定は出ないだろうね。さすがに、ヤシガニ。あと7枚。うわ、ウォーカー、キモ。あと6枚。あ、ちょちょ、ボタン間違えたよ。ボタン間違えたよ。ハドメクル。ここね。はい、今んとこ結構最低な結果だと思う。結構最低な状況に陥ってるんで。うわ、でもいいぞ。ああ、それ食えるのね。ありがとう。結構いいかもしれない。あ、ポン。おー、シトリンか。悪くねえ、悪くねえ。いいぜ、いいぜ。てか、アンドロメダが欲しいな、マジで。来ねえかな、アンドロメダ。ヒーヒーって来たら来たら次。え？これ新キャラじゃない？割り消し。ディアナって。え、割り消し、これ。練り消し。やばいかもしんない。おー、ほっほっほっほ。運極リーチはいい、ほぼ運極、ほぼ運極だよこれ。ってなったらもうディアナしかいないのよこれ。一択やん、寺一択、これしかないよもう。だってね、全部終わってるもんね。待ってリボンとかどうなの。運極順として見てみようか。ラックマックスしてない、ラック順、いや出てきてくれたら嬉しいんだが、
特になさそうだから、あ、OK、 うん、決まった、君だ、ディアナ、君に決めた。君が強いキャラなのかどうかは全くわからないけど、君に決めた。うん、まあ比較的新キャラだからいいよね、ディアナ。はい、まあそんなわけで明日のモンドリ、みんなに会えるのを楽しみにしてるよ。あのみんなっていうのは、まあ、声かけてくれる皆さんもそうだし、ピロさんとかも会おうかなと思ってるんで、うん、楽しみー。今年は行かないつもりだったんだけど、まさかのね、うん、アンチモンストみたいな、アンチモンスト YouTuber みたいな俺をさ、まさミクシーさんからね、ご招待いただくっていうのビビるよね、普通に。なんだろうね、なんか俺を殺そうとしてないよね。大丈夫だよね、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、切りすぎ。以上、ギコちゃんでした。バイ。ある日、幸せな村に一人の青年がいました。青年は幸せな日々を送っています。そんなある日、魔王鼻でかいが現れました。この花は預かった、返してほしくば我を追って倒してみよう。何時たりとも我の花は扱えぬとい、旅立ちの一歩を踏み出します。苦難の道を越え、そしてなんやかんやあって魔王花でかいを見事打ち滅ぼし、完全体になりました。終わり。